秋だ。おーす、久しぶり。おーす、おーす、久しぶり。聞こえてる？普通に聞こえてるよ。おお、おさるさんは聞けない感じかな。おさるさんさ、出てこねえんだけど。マジで寝ろ、あいつ起きてるけど、寝るパターンじゃね。あ、記憶無視かな。あれ、じゃあ俺から LINE 打ってみっか。西村は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 西村でいいか。おーい、まあ、とりあえず西村で言うとこ、うん、あと10分ぐらいしたらおーいとくと、あれね、俺が前に寝坊した時と同じパターン。そう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 。あれ、工藤さんはいるよ。横でおにぎりね、ガサガサしてる。真横にいるからいい。飯食ってたから。何食ったん？ペヤング。めっちゃ笑うところはなかったけど、なんか面白かったよね。なんか、ペヤガキっぽいなと思った。ん？一応これテレビツアーだよ。チーズか。あっちから見えないんだよ。あ、これはあのカメラ切ってるから。ああ、なるほどね。そう、グヨさんが食いとしておこう。うん、なんで俺だけの。グヨさんだよ。グヨさんだ。コラミ感かよ。不正な流感そうだろ。グヨさんだ。ポジネやった？ん？あ、あれで。例の流れ。あ、例のあれか。例のあれはね、昨日ね、1時間ぐらいやってた。夜の夜中にな。3時ぐらいにやってた、夜。うん、汗だくになってた、無事。シャワー2回、シャワー2回浴びるハミになった。あ、そんなにか。うん、激しかったよ。じゃあ、あの、例の小論文のネタになったのかな。あ、もう、小論文はね、うん、いや、先行く前にやってしまったんだよ。うん、いや、もしかしたら第2部か。あ、ある、ある。あ、それ、クロさん終わったのかな。終わった、終わった。クロさん、超大作書いててさ、終わんなかったんだよね、動画中に。そんなに。まだ発表してないんだよ、クロさんだけ。おお、俺らサラサラって書いたんだけどね、クロさんだけ超大作だから。うん、うん、スライム出てくるんだっけ。スライム出てくるよ。エロスライムじゃないよね。うん。なんかいない気がバグってんだよ。今秋大丈夫か。なんかロボットになっちゃった。石村のお兄さん、マジ出てこないじゃん。石村のお兄さんっていうか、石村にお兄さんいたんだろう。俺も今思った。はい、ロボットが蘇生したよ。大丈夫か。稲垣ロボット。うん、大丈夫よ。大丈夫、セーフ。ああ。今日星には死んでたよ、こっちで。午前中ブロッキーだったよ。ああ、いろいろとやられてかな。いや、船酔いしてた。リアルの方だよ。リアルの方だよ。吐く一歩手前まで行ってた。ガチで強くなって顔が。俺のアイコンそうだもんね。そう、白くなっててね。死んだイカの色だってしてたね。一人だけ死んでた。真っ白だった。あれ、ひどかった。いい景色、星野だけ見れなかったのかな。頑張って見てたよ。ちょっと頑張ってた。ちょっと頑張ってたよ。前半頑張ったよ。うん。後半は死んでた。ブロッキーだよ。早く陸地に着かないかなとか言ってた。もう言葉に出すのも危うかったよ。うん、本当に。利益が一緒に出そうだったよ。昨日は頑張ったからね。そう。
昨日どこ行ったの？沖縄。普通に大会があったから。ああ、お疲れです。お疲れ様です。その後飲み会だよ。うん。今俺らが飲み会になってる。飲み会しながらだから今。うん。昨日飲み会の来週の日曜の飲み会。やったじゃん。飲み会大好き。やったよ。いっぱい飲んでこい。おい。石村の兄さん、石村の兄さん来ないんだけど、あいつどうしたの？今日も寝たの？石村の兄さんどうしたの？石村は既読なし。話したいんだけど。ね。お猿さんね。あ、卒業してから一回も話してないから。卒業しか一回も話してないって悲しい。もう個別でもう電話かけちゃえよ。早川と同じ状態で。ああ。今早川よりひどいからね。ああ。今日も寝てんのは昨日もかけたんだよ。マジで、うん、ダメだった。昨日出た？出ない。出ない出ない。生存確認できないもん。うん。今日の間時間指定したさ、LINE 前まで記録されなかったでしょ。そう。吉本兄さん。本人が起きてればいいって言ったんだから。うん。わかんない、もしかしたら石村じゃないかもしんない。それはもしかしたら起きてるだけかもしんない。起きてるはいいんでしょって、起きてるだけかもしんない。LINE 打ったの石村お兄さんかもしんない。確かにさ、これ起きてるはいいってさ、起きてるだけだからそれちょっと頭脳派すぎない？起きてるはいいもんな。やべえよ。さあ、石間のお兄さん出ないんだけど、石兄出ないんだけど、俺に言われてもな、出ないよ。そうね。どうする、ワンチャン明日もかける？絶対出ないよ。あいつなんだ、早寝なの？いや、そういうわけじゃねえだろ。何時に寝てんだろうね。何時に寝てんだろうね。まあ、少なくともね、この3人中ね、3人中3人ね、1回 C に寝てるから。やべえな、爆睡してるのあれやな。うん、そう。しかも俺と黒さんに至ってはね、お互い平均5時間寝てるからね。寝まくったもんね。あ、寝るつもりもなかった、そんなに。ただ爆睡をした。ここの2人ね、寝るつもりだね、うん。俺8時半に起きたんだよ。8時半に起きたんだけど。この2人ね、ちょうど1時間前ぐらいに起きたの。さっきシャワー浴びたばっかなの。おかしいよ。おかしいよ。おかしい。まあ俺もさっきシャワー浴びたって感じか。うん、浴びてないの俺だけか。お前は汚ねえんだよ。だって俺を浴びようと思ったらお前ら起きてくるんだもん。だから行こうと思ったらこいつ起きてきたんだよ。星がそこはスルーして行くべきでしょ。ん？そこはスルーして行くべき。そこはスルーして行くべきでの。だって寝合わせすごいって言ったからね、優先させないとね。実際すごかったよね。絶対すごかった。実際すごかったらしいからね。おむつの CM ぐらいすごかった。あれ俺と黒さんが2人爆睡してる時にお買い物行こうとして、で、中入れなくなったんで、カード持ってなかったから、あの鍵持ってなかったから、何なのバカ。しかも鍵ね、テレビの前らに置いてあったんです。あの、そういうプレイを自分からやってる。そういうプレイってなんだよ。ああ、やっぱりフロント行ったよね、ちゃんと。フロントスペア機借りてきたんだって、そういうプレイで。あの、締め出されるプレイでしょ。締め出されるプレイ。締め出された練習。これさん、ちょっとちょうだい。え、練習だったらこの後も。そう、やるん。いいよいいよ。逆軟禁パティ。あざます。はいよ。のふりをした。ああ、ありがとう。
うまっ。素で寝てるし。なんでうまって。黙れよ、黙れよお前は。素でうまっ。お兄さん、製造確認されないんだけど。何見せてんの、これだよっつって。あと、お兄さん、見たことないから。お兄さん、生存確認されないね。お兄さん、見てみる。あいつ、何やってるらしい。お兄さん、ツイッターには出てるのかな。お兄さん、まだ既読されてないよ。お兄さん、スリーピング。お兄さん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 。どんだけ呼びたいんだよ。大体お前が最初に言ったんだからな。結構前に、卒業式前に。高校の時言ってたからな。お兄さん。お兄さん。あ、一緒にハマった。うん。なんで行ったんだっけ、あれ。近く、浦安の近くのなんか公園、うん、アスレチックみたいなところ、外側下のところ。そうで、島の足掴んで行った。ああ。あ、違う、それは嘘だ。あ、音声差し替えるやつだ。じゃあ何で行ったんだよ、まあいいや、どうでもいいよ、それは。私は眠くねえの。全然。あ、そうなの。あくびしか、あくびは出るけどね。じゃ寝なくていいんじゃね、今日。いや、寝る。まあ何、徹夜なんだ。正直さ、俺とグズこの俺でもさ、睡眠時間足りてんだよね。大丈夫だよ。8時ぐらいに起きるってさ、目覚ましかけた。あ、そうっす。目覚ましかけたんだよ、みんな。そう。どっちかけた。俺かけた。あれかけた。俺と吉田かけたんだよ。うん。でも30分起きてたよ。で、その後に、おしんは寝たかと思ったんだよ、俺は。でも10分、20分寝たよ。え？寝たよね。だからお前寝たと思ったから、ああ、おしんは無視して寝たなと思って、俺も寝たら、こいつまさか裏切り、その俺が寝た瞬間に起き上がったから。いや、寝たっつっても浅かったんだよ、正直。だから、多少なんか音聞こえるぐらい、うん、起きようと思えば起きれる感じだった。でも、実際寝た時のあれか。まあ、そんな感じだね。まあ、このままちょっと、もうちょっと寝てもいいかなと思った。そしたら、ね、30分前に起きちゃったんで、うん、そしたら2人とも爆睡してんだよ。そうなんだよ。それちょっとちょうだい、うん、ありがとう。うまっ。びっくりした。ああ、起きたら12時になってんだ。ええって思ったよね。嘘だろ、みんな。お前らさ、たまに寝返り打つときにさ、お、起きたかなって思ってた。俺の身になってみられば。何回チタチタ見たことない、俺が。それはただのバカ。バカ。バカ。お前だってはさ、寝返ったと指引っかかってます。うん。あ、起きたかな。あ、指引っかけようとこいつ。ダメ。ダメだった。ダメだった。無理や、ダメだった。ダメだった。吉田君死んでた。3回目ぐらいまで信じてた。あ、起きたかなって思ってた。4回目以降ね、あ、こいつ寝返りだと思ってた。なるほどね。おしゃんいる？欲しい。じゃ今度は俺が入れてあげるよ。お、マジで？うん。このビール髪うまくね。びっくりしたんだけど。あ、やばい、失敗したかもしれない。あ、いい。あ、俺はいいよ。あ、オッケー。あ、結構うまかったわ、意外と。どうす。ガッツはお土産買ってくるね。ダメだ、機械だ。ガッタ機械で。ルンバ、ルンバ並みが起動。こいつなんかさ、じゃがりこだな、なんか食ってるよね、こいつ。何食ってんの？安定のじゃがりこ。じゃがりこ、待って、すげえ、すげえな、俺。何？待って、じゃがりこ。食ってる音だけじゃがりこって当てたんだけど。ちょっとさ、ビビるよね。逆だったら気持ち悪いやつだっけ。この音はじゃがりこかなとか。舐めてんだろ。中尾さんいつの間にかブドウを開け始めてて。
前にしか見えない。何の意味があるのこれ。あ、星の目の前に置いただけか。何の意味があるのなんだその目の前に置いただけ。俺こっちの方が好きだわ、マジで。ああ、ただのじゃがりこじゃん。一人クロサマだった今。そもそもあれ起きてないかもしれないやつとじゃがりこ。すげえじゃがりこ食ってんだけど。むさぼってんじゃん。お前も負けんなよ、塩せんべい食え。なんでこの動画は一生懸命。お兄さんどこ行っちゃったの。おじいちゃんどこ行っちゃったの。要するにこれ個人的に電話して出たら、あーってやってる。なんで出たのって。グループは嫌だなと思って。稲垣はめっちゃ軽視だぞって言っときたんですね。あれ、あー、しばらく来ないかな。煽ってるお前ちょっと電話かけてやるよ。3回ぐらい連続で。グループ通話はさ、ならないからさ、あんま。そう、ならない。あ、気づいてないんじゃないじゃん。気づいてないんじゃないじゃん。LINE 開いてないに気づかないってこと。通知には来るよ。通知には来る。ああ、俺一島友達リストにいねえわ。入れとかねえと。俺も今いるか不安になっちゃった。吉はいねえわ。なんでおめえらいねえの。いないかもしんない。地味じゃねえよ、普通にかわいそうだよ。俺はいないかもしんない。俺もどうせ石間側に石間の LINE ミュージックだけ流しておく。じゃあいいよ、 VO2 はしておく。かけるかもって、こう個人的にだと思ってる可能性もあるもんね。そしたらグループに繋げて、繋がるように言ってくれました。直樹、直村、こいつもな。石村は乳首やってんじゃん。お前、この会話聞いた稲垣どう思ってんねん。いや、じゃがりこ食べてきたラジオ聞こえない。じゃがりこ出ないよ、こいつ。こいつ寝てんじゃねえ。じゃあ、あとワンコールしたら一回切るわ。出ないね。出ねえよ稲垣。すまんねえ。うん、出ねえ。つまんねえ。お猿さん出ない。せっかく吉田がな、友達リストから外れてるやつを呼び出たのにな。そうだよ、せっかく俺がさ、爆睡してさ、なんか起きてやったのにさ。爆睡に関しては予期せんできると。せっかく俺もこうやって出てきてあげてるのに、お猿さんがこうなのは。せっかくじゃがりこ食べてあげてんのにな。俺も友達登録してなかった。関係ない。じゃがりこ関係ないって。今度一枚になったらさ、じゃがりこをおごってもらっていいよ。買ってもらいな。なんか言ったっぽいけど、じゃがりこ聞こえなくて。稲垣、何か流すの。石村のテーマソング。LINE ミュージック。LINE ミュージック。石村のテーマソング。LINE ミュージック。お姉さん、お姉さん、お姉さんだったろ。石村姉さんかもしれない。
石ねえじゃん。昇格なのかな。でも昇格じゃねえよ。だって人間にサルさんだったんだよ。女の人だったんだよ。あ、メスになったのか。そう、だって石村が女の人って時点で星野にはかなわないんだから。なんだろう。うん。ね、フルさん。かん。明日になろうか。祈れ。こういくままに。明日バスだっけ。バスツアーだよ、明日。朝から朝から、昼までバスツアー。昼から夕方まで海物語。沖縄それ海物語って聞くとさ、何しよう。昼から夕方にパチンコ打ってるだけなんだよ。なんでパチンコなの。沖縄に何する。マチンコ屋行こうぜ。バカじゃねえよ。海でしょ、やっぱり。ある意味海だね。うん、ある意味、うん、どこでも楽しめるけどね。どこにでもある海だね、それ、うん、みんなの海水浴場。まあ明日ね、海でね、クロスさんと星野との絡みがね、見れるのがね、楽しみだね、俺は。うん、しといて。もうタレさん、今の会って動画面白いから。とりあえず上げといた動画に、ね、1個あるんだ。ああ、俺が会って顔してるやつあるから。マジで。サムネイルがね、星にゃんね、うーって顔だからすぐわかる。大丈夫、俺もね、見た瞬間爆笑したから。あ、これかな。いや、星にゃんがね、びっくりするぐらいね、星にゃんとは思えない声を出す。聞かせてやるか。うん、聞かせてやりな。この動画が流れてる。なんでそっちから後ろの声聞こえるんだよ。お前誰だよ。宮垣。どっちも俺らじゃねえかよ。どういう状況なの。あ、ちょうど星野が襲われてるシーンが。そう、ずっと襲われてる。それこれね、18分間ずっと襲われてる、その動画は。それね、それ久保さんとね、吉田に襲われてるの。明るくなったらね、吉田の番なんだよ。番。星野、休む暇がない。そう、俺休む暇がないの。休ませてくんない。ちょっとぐらい来た時点で休む暇はないじゃない。クロちゃんに明るい時はね、おとなしいの。それバカみたいだよね。明るい時はおとなしいの。そうだよ。ただね、今ちょっと飲んでるからちょっとやめて。うん、さすがに危ない。今暗くしてもグロさん襲ってくると思うけど。うん、じゃあさ、稲垣にさ、クイズ出すわ。稲垣にクイズ出すね。その動画でさ、暗い時はクロさんが襲ってきて、明るい時は俺が襲うようにしてんだけどさ、クロスさんがさ、襲ってきた瞬間に俺が明るくしたのね。で、俺が後ろからさ、星に襲いかかったのね。はい。その時にさ、星野がさ、上げた声ってさ、何だと思う？あ、なんだろう。うおー、びっくりしたとかさ、そんなのあるじゃん。例えば。イアンエッジとか。それはクロスさんだけだけどさ。まあでも分かるし、言いたいこと。まあ、ほぼ同時だね。うん、ヒント、俺は来ると思わなかった。うん、
もう一回。多分。うーとかじゃないの？うん。ああ。まあ。ユース言ってたじゃないの？正解流しとく。いくよ。三二一。正解はフォーでした。これね、俺も俺ね言った後に爆笑してた。後から出た声、後から星野が出た声とは思えない。俺もねびっくりしたこの声は。自分でびっくりして自分で爆笑してた。謎。うん。意味不。うん。何してんの？うん。うん。じゃあキムチ乗せるんだよ。塩せんべいキムチに分けた。乗せ。やっぱりうめえこれ。マジか。うまいっしょ。キムチの系やけど。ああ星野はそれ挟むんじゃないの？ん？挟む？せんべいにキムチ乗っけて、また挟むんでしょ。あ、さらに？サンドイッチ。俺乗せてるだけだよ。星野挟む。あとえ、じゃあ星野は？星野は俺の、俺は？リクエストだよ。サンドイッチ風に食べるんでしょ。食べるんでしょ。サンドイッチあんま好きじゃないんだな。サンドイッチじゃねえじゃねえよ。全然違うやん。ちょっと違う。いいよ。全然ちょっとじゃなかった。はい、ちょっと。ありがとうございます。挟められそうなんですよ。うん。挟めてねえ。全然挟めてねえじゃん。寄せてるときやんけ。見せてよ。もっと見せてよ。だって行っちゃってるよ。もう見せてよ。もう行っちゃってるよ。なんかそれ乗せてるだけじゃない。もう乗せじゃね、うん、サンドイッチじゃないの。どうやら違うらしいよ。星野は言い張るには。掲げてる乗せるだけ。もっと乗せないと。乗せる。大量だよ。もう乗せようよ。乗せようか。ちょっと遠慮しすぎたかな。遠慮しすぎたな。もうちょっと乗せよう。いや悪いかなと思ってね。はい。ぎっしり。ああすごい。なんか韓国の料理みたいになってる。もういいじゃん。うん、いいじゃん。指先けど。こいつ本当に無茶ぶりやな。どうしたの？一口で。お前お土産これにすんぞ。沖縄何も関係ねえんだ。こっちの行けるぜ。ダメだ、口が開かねえ。ゆっくりか、ゆっくり外せばいける。顎を、顎を、顎を、顎を。うわ、アドゥー、アドゥーってなんだよ。クドゥーだろうかよ、お前は。江島来ねえ、お兄さん。お兄さん、通話キャンセルしたままなんだけど。江島呼んで。江島さん。江島さん来ないかな。お猿さん。あ、もしもし、江島。ああ。おしまじゃん。出た、石村。おい。あ？おい、石村。何？おさるさん。寝てた。寝てたって。あ、マジで？おい、そう、俺。マジで出ねえわ、あいつ。黙っちゃった。大逆が黙っちゃった。
黙っちゃったよ。稲垣さん、無限にじゃがりこ食って、じゃがりこ何本あんの？L サイズ。ああ、 L サイズか。久保さん、ちょっともらうよ。うん、もうちょいあるから。あ、そのために置いてる。もうちょいある、ね、ます。ちなみに何味？安定だね。うん、安定のものを買ってきた。確かに稲垣サラダ食いそうだもんね、じゃがりこの。確か、うん、じゃがバターって感じじゃないよね。そうだね。うん、基本サラダ。基本サラダって。基本サラダ。ベジタリアンで、ベジタリアンベジさんじゃん。てか、黒シャクって俺が贅沢ってなんだよ。いいか、当たり目、当たり目だね。うまい、それ。ありがとう、黒キムチいる。あば、なんかね、置いといたんだけど、誰か食うかなと思ったら誰も食わねえんだ。それじゃ食っていいと思われへんじゃん。曲が出たら食うよ、そういや。ここに置いてあるやつ全然食っていいと思う。あ、そう。あっちゃんが食えてないだけで。うん、なんか2つついてきちゃった、あげる。大型より結構うまい。じゃあ俺がサンドイッチしよう。あ、いいよ、あげる。持ってきな。結構食ってるから俺。俺はもうあれだよ、関係ない、うん、うわっ、すげえ。もういったね。やばい。いや、死んない君だよ、そんな辛くねえよ。辛くないか、無事。うん、クラさんが欲しいのよりいっぱいキムチ乗っけたせんべいに。こういうこと？なんか1個上であれだけど。上挟めてねえじゃん、全然。かけら、かけらじゃん、上。もうちょっと上から。出てきた。メテオじゃん。角度が下からだからよくわかんねえ。これ戻ったっかね。そうだね、難しい。そう、かけら。これしか挟んでない。効くね。うん、ね。どう？ロスナーのキムチの味しかしない。うん、強そうだな。塩せんべいの味はしんねえだろ。だ、根本的にさ、塩せんべいやキムチの方が多いんだからさ、そうなるわな。何をやっても。先生出ねえな。先生どうするよ。先生出ねえな。私は後で殺す。この先生どうする。先生明日も受けとく。え、ちょっと待って。いや、いや、潰す。あ、潰す。分かった。稲垣さ、明日も出れる？明日も出てこれるかな。明日は次の日朝早いからちょっときついか。きついか。八島単体かけてみるか。出ればだけどね、あいつは。うん、でもさ、ほら、相手ペナルティ2だからさ、もう2ペナ、2ペナだからさ。うん、昨日かけて出なくて、今日かけて出ないからね。2ペナだからね。分かんないよ、ここであえて電話に出ないことで空港に迎えに来るのかもしれない。会いに来る。会いに来る。飲み会。あ、それ飲み会に流れ、そこ飲み会に行こうか。飲み会に行こうか。石間交えての、うん、きついわ。それどういう意味だよ。どういう意味のきつい。そのまんまの意味のきついで。やめてやれよ。先生泣いちゃうだろ。そうだよ、女の子なんだろ。それはそうなんだね。長いだった。性別メスなんだぞ。しかもそれ振ったの俺だった。心は求めだったね。しかもそれ振ったの俺だった。振った本人が忘れてんじゃねえよ。振ったら先に見なさい、ちゃんとネタに。え、女一瞬さ、止まっちゃって。
えみたいな、自分のネタに責任を持てるような人間になりなさい。あ、そういえば俺が振ったやん。どうしたどうしたどうした、どれ流した、いや、いいの、いや、オープニングじゃないの。ほんとだ、もう一回さ、セイロガンのトランペットかと思ったわ。ねえ、どうした2014の動画、H1 の時か。いや、このオープニング使ってるのはそうそう H1 ぐらいしかない、ね、あんまりあんま使ってないの、確か。いや、ここだけで判別しろって無理じゃない。当てずっぽうでいくしかない、当てずっぽうで、うん、しかも経験見るんで、今水平じゃね。ああ、水平っぽいかもしれない。あ、星野。あ、でも星野ゲスト作詞。路上で星野あれやってるところが。あれって何？あれって何だ。路上で星野やってるところ。あれビラ配り。路上で星野やってるところってあれしかない。あれしかない。ああ、傑作詞。うん。そう。襲われたんで、はるか昔からね、星野はね、工藤に襲われる運命だからね。すげえ、もう 3年目ですか、星野。そう、未だに襲われてる。そう、襲われ続けて3年目年金が入ってきた。割と襲われ始めたの高2だから。ああもうちょいって。でもさ、あれって何の流れでさ、何だったんだっけ。知らねえよ。お前勝手にホモになったんじゃねえかよ。なんであなただっけ。知らねえよ。始まりはわかんねえんだけど。お前がやったよ。お前がチャイくんの時だな、多分。あ、あれか。チャイくんの時じゃない、確か。あ、確かチャイくんの時に何か。こっちはサバイまで普通のやつだったもん。あ、チャイくんの時か。通常だったような。通常みたいな。どうしちゃったんだ、お前は。なんでだろうね、あの時なんで体育の時にそうなっちゃったの。いや、俺らは来てえからな、それは。俺、え、なに、俺何の理由もなしに抑えたの。そこにしない時にないよ。理不尽。理不尽な襲われ。何の意味もなく襲われて、そこから3年の月日がひたすら経ち続けて。多分、隣に星野がいたから。なにそんな、なんか隣に俺がいたらそっちゃおうみたいな扱い。隣にいたやつをね、襲っただけじゃね。暇だな、どうしようかな。面白いんじゃ、襲ったろう。バカじゃん。でも、実際そういう流れだったよね。あれ、体力測定の時じゃない？かもしれない。あ、そんな序盤からやろ。だって、俺らハワイでやって5月ぐらい。で、俺ら…ハワイは襲ってなかった。ハワイはね、こいつが切れただけ。ブチ切れ、ブチ切れ、ひよこにブチ切れただけ。角ブチ、角、角形ブチ切れ、演出、角編。体力測定やってて、それぞれ回ってんじゃん。で、暇になるじゃん。グランドでやるじゃん、いるじゃん。暇になったな、どうしようかな、隣に保証がいるわ、って。襲うかって。襲ったろ。襲ったろ。じゃれ合うかっつって、じゃあ襲おうっつって。星野、歴代犯罪者も大抵そういうちっちゃい心から大犯罪を犯してくる。見てください、これは犯罪者の顔です。あの、まだ何にもやってねえよな、グルさん。やらなくないわ、お前。こっからのホテル生活がお前あるんだよ。やめろやめろ、お前何もやってないよ。昨日はの序の口なんだよ。俺無実だから。星野まだ風呂入っていいんだぞ。そしたらなんかもう一本、一本出す。あ、入ってない。入ってそれ飲んじゃっていいよ。俺結構入れたからこっち。これ全部飲んじゃっていいよ。ああ。もうブドウのチューハイ美味しいね、うん、果汁 50% だね。チューハイがうまい。これさ、なんだろうね、あるべきワインみたいな感じですよね。
みんなうんちだ、みんな納得したのね。みんなワインに違和感を持っているのね。あ、稲垣ワイン飲めないよ。今、なんかさ意図的に放送禁止でさ、なんか汚い映像のためみたいな。あれ、お亡くなりになった稲垣。お亡くなり、どっちが抜けたの？俺らが抜けたの？なんで？やらった。稲垣がめなくないになった。あれか？もしかして、あ、多分 Wi-Fi が死んだ。Wi-Fi 死んだんだ。24時間つってるじゃん。あー、そっか。あれが死んで、俺も急に偉くたから。あー、ガッツリ消えた。なんで、手で開始した。あ、今入ってんじゃん。もしもし。もしもし。ガッツン。ホテルの Wi-Fi が切れちゃってさ。ああ。だから、ま、普通に繋げ直した。お、なんか。あ、そうだ、切れちゃうんだ。そうだよ。だって、まんまなんか23時間59分とか切れて、こんな時間ぐらいにログインしたんじゃない？そうだった。舐めてんのがって話してたやつでしょ。そう、舐めてんのが。よし、じゃあもう一回つなぎ直せばいける。あ、そうなの、ええ、そういうもんなの。そう、これつなぎ直さないといけない、いちいち。あ、だったなって全然。じゃあちょっとつなぎ直すからちょっと待ってもらっていい？だからお前が工藤に襲われてんだって。あ、カメラの向こう、動画の向こうで犯される。おしんよ、心境的にどうなの？この時っておしんよと思ってるよ。いや、この時ガチで嫌がってた。いやいや、今これを聞いて喜んでんの？喜んでるよ。嫌がわれでしょ。クソ野郎って言おうとしたけど、なんかやられたからね。クソ野郎みたいな。大丈夫、まだ人間の声だから。ふわーふわー、ほんとにヤバい人間が超音波を出す。変わってる。ジャガキじゃん。ジャガキ何だったんだよ。ジャガキ。とか、イヤーキ一回も石丸と喋ってないのか。イヤーキ一回も石丸と喋ってないのかと思って、卒業以来。それはちょっとひでえな、ひでえ話だな。今の石丸について語ったんだっけ、私の。ん？今の石丸について語ったんだっけ。言ったっけ、あの同窓会の時。石丸について。何言う？まあ、つまりそういうことなんだよ。あ、そういうことね。うん。何でも吸収しちゃうんだろう。大丈夫。おやしいくわさ、泡盛。おいしいクワサル飯、アシュラとシークワーサー、それに任せる。青森いる、いる、缶のシークワーサー、じゃあ、あら、それ3人割る。うん、割って割りながら切れ。今飲んじゃう。これも飲んじゃう。このさっきは学生時代の襲われたところじゃん。ああ、で、今、去年のあれでしょ、ウルジコーナー、襲われてるシーンを。あれでしょ、俺と稲垣の2カメのやつでしょ。そう、あれか、あの、こういうやつだね。
で最後にあだね今回のやつね最後に一年おきに俺起こされんの、うん、来年も来年最後じゃね動画出た。ありがとう。いなき。懐かしい。動画の中の星野と工藤が生き生きしてる。しかもこれさ、久々に来たんだよね、工藤確か。そう。あれね、冬さ、なんだっけ。初日の出見て以来だよね、多分。で、夏来たんだよ、ね。そう、5ヶ月ぶりとか6ヶ月ぶりとかだよ。そんなに前だった。ブドウが混ざってるからね、色がさ、なんかさ、あ、これうめえ、これうまいね。これ瓶のやつ欲しいんだけど、いや、これ沖縄限定なんでしょ。これ普通にうまいんだけど、ちょっとかけかなと思ったんだけど、アセロアラとシーフォアス合うかどうかは、うん、朝日のね、え、これクソうまいんだけど、マッシュも普通に晩酌してるだけだからね、うん、だってお猿さん出ないんだ。お猿さんがさ、トップゲストなのにさ、お猿さん出ないとさ、稲垣がじゃがりこ食ってるだけだからさで、なんなら動画でお星におかされて、青星におつにおかされた。こいつね、ほんと的確にやってくんだよね。入ってるよね、まあ、昨日もだって何回も帰ったじゃん。でも完全にヤバいラインまではいかないよ。まあ、完全にヤバいラインはほらあれだな、あの高校の時ですよ。まあ、パンツも履いたね。めっちゃ履いたですね。ギリギリ毛ぐらいだった気がする。結構ヤバいよね。それはヤバい、それはヤバいっつったんだから。あとちょっとでね、あとちょっと危ないよ。男同士でも行ってはいけないラインがあるよね。こいつもうね、足上げたから、ね、踏み込もうとしてる、一歩手前止めたから。興奮した。もう覚えてないよ、その感じ。忘れちゃった。パソコンか。あ、パソコンだったのか。うん、どうやってなんか綺麗に映ってんなと思って。これは。次はこれちょっとぼやけで見えないんだよね。わかった、恥をさらしたい星野だ。んこれ星野行傑作集。ああ。やっぱりやっぱ真っ黒で星野が恥をさらしたいよとか言ってるやつ、これ星野がひたすらお前も覚えてないんじゃない。え、正直これ覚えてない。星野行傑作集だよ。どこで撮ってんの。あの俺がピュアなやつをちょっとどう、あ、公演の深夜、あれだよ、あの、なんだっけ、あの、フンダーセンの時、あの時か、ガッタンの指が若いね、星野。若っ。すげえ若い。星野ってさ、外見はさ、おっさんだよね。お前いっちゃ変わってないんだと思うけどさ、精神的に廃れたよな、お前。そうだよね、こいつ精神的に廃れてったよな。おいちゃん。お前、精神年齢だけさ、老化早いんだもん。でもさ、50歳になる頃にはさ、精神年齢が100歳だって死んでるよ。精神的に死んでるよ。あ、これか。懐かしい。なんかいろいろなんか。これ知らない？星野行傑作集のやつ。細川と学校でいるやつ。でね、途中で言えるんだよな、スケジュール。誰か。隠せつったんだよ。ビャッ。
よい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 よすごい長かった長かったすごい長かった1分ってこんな長いんだと思ってとりあえずね研究してるんだけど痛い痛い痛い触られてんのかな私久しぶりに見た気分は？ん？若いなと思った。久しぶりに見た気分。若いなと思った。この頃若かったよな。うん、お互いに？うん、いや別にあの変わっていいと思うけどな。これそんな本当変わらなかったね。なんか変わってないね。てか俺らさんに根本的部分が何も変わってないと思うけど。だって俺らまだでも一応髪染めたりまあなんかちょっとした変化はあるじゃん久保さん何の変化もねえの久保さん落ち着いたよ落ち着いたこれでも落ち着いたよ久保さん見た目の変化は一切ない違うむしろ僕が言ったむしろ僕が言ったチーンじゃんなんで恥をさらしたいほしいくんで恥をさらしたいよこっから落ちちゃ痛いかな痛いよね落ちてもいいかな落ちる落ちろあ、分かった落ちよう味をさらしたいよお猿さんが出るやつないかなお猿さんね、H4 の時に 何回か出てる見たこれそれあれでしょあのあれあれ文化祭 リターンズ見ればいいんじゃないのリターンズは俺ら4人のやつあ見ればいいんじゃないいや、とりあえずまず文化祭あの一番最初の元気やってくる石村があ、アイスの海のやつだバカいなぁバカじゃんやったわこれ黒さん持ち上げてるの確かこれ次のやつ来るよね黒さんさ持って厳しい技なんでね足をさ、体にさ、つけてさ、グッてこれ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 グッてスーパーエビゾリこれやばいやつでしょダイナミック宣伝でしかもさ、他のクラスのやつ宣伝してるからねそう、俺らのとこ宣伝してるからあ、サルいるあ、いた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 いるよこう言ってやるよああほらうわサルだこの役が大事なんだよな、一緒にお前、もう一回帰るんやアイスの実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 あ、出ねえよ黒さんにうるせえとか言われたんだようるせえじゃあ黒さん帰れやだよ一緒にうるせえだよされてる学外で広告このさこの2人組さすっごい相手にするの厄介なんだよなイレギュラーすぎて行動がさ深いすぎてヤバいんだよなこいつらいいな出てくるかねそんな分かってんじゃねえかよ本来ダメでしょじゃねえよじゃあやめろよクロさんが全員参加じゃねえこれ確かそうだよクロさんだけユニフォームが違う自分のやつに他のところが宣伝してるからねそういいじゃん俺が宣伝してあげたじゃんか持ち上げてあれさ持ち宣伝したっていうか邪魔しただけだしねあれきつかったすごい
だろうね、うん、腰やるかと思ったあのエビ取り鬼畜技でしょ、鬼畜技大丈夫よ、工藤さん、海でもやるから裏ラグあの、また、俺じゃねえか俺じゃねえか何しようしてんの、お前ピロピロしてなんかね、懐かしいな、途中からみんなやる気がない多分俺この時あれで多分1組にいたよ何これ何これ団地ああ卒業式だあのあれあの俺らの閉会式だ閉会式ああ猿いるわ猿いるし早川もいるわ俺星野石村早川だっけ4人だよね多分俺いないと思うお前いないで稲垣も多分いない気がするあ俺もいないじゃあごめんその4人かこれさ、この4人で珍しいんだよね、俺と星野と石村と早川って、うん、ああ、でも早川がいる時点でも珍しいそうだよ、工藤も稲垣もいないのに早川がいるからね珍しいって言っても過言ではない奇跡に等しいなんで俺いなかったの俺いや、お前普通に来なかったんだよ呼んだけど来なかったんだよ、お前はお前、あの時はさ、めっちゃ帰りたかってたじゃんってそれ、いっちゃ帰りたかった時期じゃねえか、お前そう、稲垣は断られた気がする稲垣はなんか忙しいってイメージあったからしょうがないと思ってたそう、呼んだけはダメだったんで、一応もう遅刻してんのかよ遅刻してんね、更新してくからよお前遅刻がいいって次だろうか、お前に関してはお前は欠席だろうなこれいつだっけ？いつ？これ3月の、あれなんだろう3月の中旬とかから、うん、一回集まったんだよ、ね、これ確かこれ折れなくなったよね、確か一回え折れなくなったよねああ、あれじゃあ、これの一個前のやつでしょ、星に折れ全時段みたいなやつで珍しいんだよ、早川の人になってそう、早川来たもん、びっくりしたえ、来れんのって思ってうん早川さ、駅までさ、迎えに行ったらさ、後ろから来たんだそう あ、そうか、俺この時あれか、眠くて行きたくなかったんだやめとんだろ、お前はっ、ちょっと眠いんだけど眠くて行きたくなかったとか、なんでそうだよ、そう、俺この時マジで眠くて芝居だろうか普通に、電話出てもいや、行きたくねえよ、ちょっと眠いもんってお前、大体眠いだろうな俺の断りよ、ここ眠いな。これいる？お、青。これはね、一回青森2個だから青森挟んでもいいかもよ。あ、そうだね。こっちの方がいいかもよ。シークワーサー青森。日本酒。これあれでしょ、これ電話かかってきたもん、普通に。多分、本社のかなんかから。かけた気がする。クロスさん呼べねえかな、でも。黒さん来れないっつったらさ確かあの送った LINE はスルーされたから電話かけたらスルーされたあんの野郎っつってこうやって置いてんじゃんかかってくるじゃんだってのは分かったし、うん、でこうやって見るじゃん、うん、あいつらだわまあいっかっつってまあいっかじゃん今の石村じゃねえかよまあいっかっつってでも逆に言うとさ今あれダメだ時間もう遅いじゃねえかそしたら LINE のあたりにさ復活するかなって LINE 終わってんじゃん石村、うん、今年中に復活させないといけない、うん、少しでもね俺その時さ、かけてきた時やっぱ俺寝てて、普通にお前大体寝てんだろ寝てて、おお、お前こぼしたらめっちゃすごい勢いでこぼれたよまあいいよ、これ俺のとこうん、大丈夫か俺のとこ大丈夫どうせすぐ乾くしょ寝てて、おいっす。ライトはするの、これ。あの靴か。靴だったら大丈夫。靴は濡れたね。靴じゃない方が。そこまでいいよ。どんぐらい？ショッピーいい。いいっす。靴下濡れた。ちょっと濡れたじゃん。お前思いっきりグワーッちゃう。覚えてるよ。かかってきて。マジで虫ってやつやん
LINE が来てんの。お前高校の時大体無視って LINE のやつ来たじゃん、通知来たじゃん。もう通知でさ、名前出るじゃん。もう吉田か星野だったらもう基本に無視るって決めたから大体こいつがかけっから俺は星野頼んどいてって言うから了解っつって、あ、星野来た、いいや、それでポイントたまに任せんだよ。そしたら電話かかってくるから、で、見るじゃん、いいわ、いいかなってポイント、いいからじゃねえ、何がいいんだよ何が基準なんだよ、せめてなんか理由考えろよ考えてもいいかなって何がいいかな適当に田口さん、いやガッツンスルーしないでガッツンスルーしないで、見慣れた視聴者がよくやるやつね。うわ懐かしい、うわこれ悪口しか言わないやつだ、ここもうないんだよ。じゃあよく覚えてるね俺ら、あなんだかんだね、まあ、まあ俺はあれ編集者だからね俺たまに覚えて、たまに忘れることあるけど、たまにゴブゴブだね。クイズでした半分当たるくらい、ああ星野はゴブゴブですよ。福田さんはこれ一言で表すとホモっすで、星野から説明して、 あいつに関してもう語ることないって言って、ゴミ、社会のゴミって消えろって言って、消えてしまえって、だってこの時全然参加しなかったもんね一時期全く参加しなかったのに、この時期が一番だった気がする。ピークだった、ピークだったよ、ボロクソ言ってたんでめんどくさい、まっすぐめんどくさいからいいわっつって高校生活の遊戯に寝たかったやつだいや帰って寝るし予定あるとかじゃないんだもん、寝るしだって帰って寝るしだから立場に寝る朝起きて眠いから帰って寝るしお前嘘でもバイトあるとか言うよ俺、いや嘘つかないから、それは。いや、正直に、いや、眠いから寝るからいいわって。お前はそういうやつだよ。立ち悪いじゃん、立ち悪いけど。素直っちゃ素直なんだよな。うん、なんか、そっか。そっか。そっかってなっちゃうやつ。か。示し合わせたためやな、これ。言われてるじゃねえか、 A 級の創始者って工藤だと思ってた、ちげえあいつこれじゃねえかいなきナイスネタ、ね、ナイスところ持ってきたたまたまだよすごい今さ、まだまだダメみたいな感じで言ったね、たまたまだよちょっとイケボだったね。でもこの時さ、俺が参加しなかった時さ、誰か綺麗なの。うん、この時、うん、この時俺は2人、あれは2人誰も来なかったね。ああ大体ね、2人いれば何かやるからてか、この時は別に本腰入れてねえからだからもうこれ高校終わったらもうその時点で辞めるつもりだった。暇だから、暇な時に撮ってた。そう、まさかこんな続くことないこと今は遊び覚悟で撮ってるけど、なかったね、沖縄旅行したら立ち巻きやろう、立ち巻きやろう、これやってなかった、未だに続けてなかったら沖縄旅行なかったよ、たまに。ないよ、それないでしょ、普通になんかたまに飲むぐらいでしょ。うん、この日空いてたら飲もうぜ、みたいな感じ。細川さんだプレミアム細川だってあれ、稲垣さ結構こう後半まで持ってってさ、自分のとこ見ればそれさ、3組、2組、1組の順番だからさ、多分最後1組だからさ、だから稲垣と早川と石村は最後だと思う。そうだよ、真ん中ぐらいに多分工藤さんがいるんだと思う、2組だから。真ん中じゃないか、ちょっと真ん中より、あ、でも真ん中から3組多いから。ああ、多分工藤さんはね、3組の、2組の最初なんだと思う。工藤さん、細いカストしちゃった気がする。ああ、あの時か。うん、なんか細いと、うん、
なんかトランプとかやってたもんね。3年の時はね、久保さんのとこよく行ってたよ。行ってたよ。俺らとりあえず早めに飯食ってさ。うん、だって1組は行けづらいんだもん。なんか独特のオーラ出てんだもん。2組はバカだなって。大体2組集まってた。そう。3回2だ。そんなにヤバかった2組。2組は、いや、やばい、やばさで言ったら1組の方が上だぞ。入りづらさとか。だから1組は独特の雰囲気だって。西村、あとよく来たな。そうか。西村、何持ってんの？あ、シベリア。でもあれはさ、俺じゃないよ。2組の入りのやつさ。え？俺が原因ってわけじゃない。お前じゃねえの？うん。誰？遅い遅い。やっぱり？うん。あいつってさ、ほんとクソ野郎だよな。遅い。3年だってやっとかかり持ったもん、遅い。若干。あいつが原因。か、全然。遅い、ほんとクソ野郎だよな。おねえ喋りだしね。そんなんじゃないよーっつって。なんとかだよーっつって。さん、ちょっとオレンジジュースもらっていい？どうか。いや、まあ、あと。結構シークワーサー青森うまいね。日本酒のなんか臭さを消した感じだね。懐かしいね、3年に組。誰言ってた？細いかな、これ。あ、細いか。え？ポテンシャル高い。細いや。早川大好き。そう、工藤は星野なんだ。細いは早川なんだ。結構2組に集まってたよね、うん、お前ら来てたし早川も来てる。俺について来て、石川も来てる。みんな来てんの。じゃあお前のターンが来たよ。来た。懐かしいね、これ。すげえ顔してた。ひどいよ、これ。お前来るときは本当全力なんだから。その後ろがいいの、多分俺と細いで、うん、あ、そうだよ。多分普通にその後細い取った気がする、うん、普通に多分トランプしてたこれ、うん、なんだかんだ言ってね、みんな取らせてくれるって、うん、あいつ何やってんだろうっつって。やる気あるなし関係なくさ、普通にちょっとした動画を撮らせてくれるんだよ。肉味メンバーとかいう一番気違いなやつだ。みんな心に闇を抱えてる。肉入れればろくなやついねえから、マジで。一見頭いい集団なんですよ。そう、一見頭いい。てか、総合 IQ は高い。IQ に関してはもうやばい、レベル高い。うん。で、肉みメンバーはやばいやつほど頭いい。だからあれでしょ、細いがいっちゃやばいけど、どれ的に。あいつやべえもん。あいつ、あれだから、シラフの状態に何もキャラ入れなくてやべえもん。じゃあ、細い一回呼ぶ今度。うん、いいんじゃない。だ
ってこのだいぶ前だけど電話出たもんな。うん、第2回同窓会とかの時に呼べばいい。あ、そうだね。初めにさ、あんだけさ、なんかあの、なんか浅草ツアーズ誘う誘う言ってるのにさ、あいつが出ねえから誘えねえじゃねえかよ。今のさ、駆動はほぼって、補材はキチガイ。ラストシはいいやつ、続けていいやつ。あ、でもいいやつ扱いされてる、ちゃんと。誰よ。一緒にちょっとオレンジジュース取って。いいよ。ムクさんもらうね。マツリングさんもさ、どうしたらいいんだよ。いや、でも細岩はキチガイ。あ、違う、石村さんだ。違う、細岩はでもマジでキチガイ。あいつマジでキチガイ。現実的、だって俺のさ、栄一郎時代のさ、栄一郎政変の目標がさ、細岩の7倍超えだからね。あいつはキチガイ。あいつマジでキチガイ。多分ね、結構ね、一行争うぐらいキチガイ。あいつ素でやばい。素でやばい、あいつ素でやばい。普段はキャラで本物だけど、あいつは素でもねえだろ、やばい。普通に喋ってんじゃん。あいつ来るからね、普通に喋って。完全にこれでしょ。普通に、えっつって。あいつの、あれ、公認の時のさ、名台詞がさ、あやこがいないと何もできない。あやこがいないと何もできないよーって言って。やめろ、俺の中の細川じゃない、細井のイメージが変わってくるんだけど。結構やばいよね。あいつ早川好きすぎてんね。早川大好き人間、人間だよ。そんなにやばいのか。俺それ初めて聞いたかもしんねえ。やべえよあいつ。同じクラスだっていうのはさ、そんなに好きなら、まあ、1組行ってこいよ多分。だって2年の時にさ、散々俺さ、例年早川って聞いたもん。すごいよね、ハエが。めっちゃピー入ってんじゃん。仕方ないから。仕方ないから。誰これ？あ、稲垣来た。稲垣来た。細井があれだって言うから。お前すげえ顔してるな、この時。誰だっけ言われて。角やめたわ、やめて。散々言われてる。ごめん、素人からするとあんま分かんない。ああ、それあれね。素人目線だと分かんない。ナンバーワン。でも俺も確かにさ、単語1区なんかさ、なんか真面目な感じイメージがあったね。すごくさ、全体的にさ、メンバー的に真面目な感じがさ、おとなしいイメージがあった。状況内で 3組が一番不法しちゃうよ、マジで。移動しないとやばかったんですよ。うん。お、チュンタ。チュンタじゃん。早チュンじゃん、早チュン。そう、俺らは、あれだから、格好はよく見せてるから。あの授業中とか。いや、お前ら一応立場でいい。格好はよく見せてるけど、もう裏では、勉強面では完璧だけど。あの普通のプライベート面がもうネジ抜けてるやつしかいないからさ。勉強面で、あのいいのは2組だけど、そのなんか性格面でいいのは1組だと思う。で、俺らボコレティ全部ボコレティ大破大破の3組カツシさ、普通に授業中さ、あいつノート取ってるからさ、真面目に見えるじゃん。あいつ裏でこそこそなんかやってるやっていいよ、あいつあいつ、タチ悪いよ、マジで。あいつ、だからタチ悪いよ。ノート当たるんですよ、一応。あいつ、中学か、そういうやつなんで。お前が変えたんだろ。細井もタチ悪いよ。お前が変えたんだろ。あいつ、中2からそういうやつなの、中2から。中1の時から、お邪魔しないと。まあね、毎回聞いて、こいつがね、変えたんで、全てを。そう、中1の時からね、あ、吉田くんとか言ってね、勝利氏の人生、こいつが全部変えたんだよ。吉田くん、今日喋って帰ろうとか言ったんだけどね、俺がね、喋って帰ろうって言ったのに、うわ、死んだけ、これはって言って、ぶち殺しやがって、これ変わるわ。性格がねじ切れちまった。これは変わるわ。俺も3年生の時は真面目にノート取ってたの、それが。ここ？うん。俺、1年か3年前、一応ノートは取ってたよ、基本的に。ノートは取ってたけど、授業中ずっとトランペした。細井と。あの、紙トランペでしょ。そう、紙わざわざ作る。しかもあれ、授業中に作ったの。
な、大きさ合わないやつな、作業だっつってさおい、定規持ってねえか、定規っつってスペードが1から作ったんでしょ、おい、ねえよっつって俺持ってねえよっつったら、お前が俺、俺悪いよとか言ってよこせよっつってお前さ、お前らさ、単体だけでも強引なんだからさこそいとさ、お前が合体したやつ、本当にこもうやべえからな、よこせよ、産業廃棄物あれは、配置が悪かった敵順が、だってあいつめっちゃ近いんだもん、お前ら近かったよな、あ、わっちが近いったのか、石村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 じゃん、なんでこれ、なにこれ、え、これ止まってる、わざと止めた、来た、お猿さんだ、懐かしい、お猿さん最後締めだからね、うん、懐かしい、てかみんなにさ、あれじゃない、あの時さ、何もあれやらないんだね、うん、基本俺ら暴れすぎじゃね、ちょっとお前はね今更思ったんだけどさ、ちょっと暴れすぎなんじゃない、お前ね、来ないことは多かったけど来る時ほんと暴れてたからさみんなおとなしいよ、あの撮ってさ、物撮りのやつか、みんなおとなしいじゃん、あれおかしくね、お前だけさ、変顔するだけでうぅぅぅぅぅ鶏かよ鶏やめろ、あんだけいっぱいいて、規制開けたのお前だけあんだけいっぱいいたのにな、みんなあの変なポーズ、変顔はして、なんか変な気候な動きはするけど、そう、でも、おとなしい、例えば稲垣とかも、すんごいポーズしてたり、顔もしてるけど、でも声は出してる、こいつだけ、うわーって言っちゃう、しかもね、オープニングだからね、音声は取らないよとか言ってる、うわーって言っちゃう、バカがいる、若干1名いる、だからネジ抜けてたんで、バカなの。一組ああ真面目だわ、一組、あ、これ最後まとめか、そう言われてるぞ言われてるぞ、でも一人だけ人間じゃいちゃう、人間一人だけいるじゃん、スズメがいて、猿がいて、ライバーがいて結構クオリティが違うよ、こうやって見るとお前も若いな、比べると若くない、刀剣引っかかんねえじゃん、これ刀剣引っかかんないよ、刀剣引っかかったらダメだもんな、シューズに連れていかれる、あの向こうお髪あげよって、俺みたいに髪あげにしろって言うよ、あいつマジで言うよ、あいつ言うよ俺みたいに髪あげにしろよ、お前クロさん、マッチは今やっても引っかかんないでしょ誰かがさ、いや、お前髪あげにいいじゃねえかってめっちゃ面白かった髪あげにいいじゃねえかやめろやめてやれ、でかハゲネタね、ハゲネタだってでもしぼさん最初もさもさだったからね、ちょ、あれじゃん、昔の写真ねもさもさじゃねえかって続きしやすくしやがるもさもさじゃねえかって誰だこいつって言ってた、誰だこいつ俺見せられた瞬間に誰だこいつってお前いつもピッカーン開いてたもん、来た時そう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 、頭ピッカーン開いてたなんかコードでピッカーンやってるのってわざわざさ来てさ、うん、携帯没収しに来たらさお前がピッカーン言ってんだけどさ無視されんのお前あれでしょガラーってくるやつでしょ、大体で言っちゃう、ホシンはお前とか言ってるんだけど俺はマジやめとけお前とか言ってお前それはやめとけってボコらせるんだそれでも知らずにもうピッカーンやって俺手押さえたもんこう言ってピッカーンってキュッキュッキュッってダメてんだろやったよね、やってたよ、渋
らせてくださいみたいな。すみません、ぜひ一つだけお願いします。頭触らせてください。最後なんかいいぞみたいな感じだったし、確かいいぞ触れ俺ら触ってもバレないように撮ってたのにな、俺らな、進路ゼミの時進路ゼミの時な渋沢が頭と取ろうぜとかで、俺と星野が渋沢の真後ろの席だったの、バスで真面目なふりしてな動画っぽく感じで渋沢頭取ろうぜとかでも、いまだにあれパソコンのホルダーにいると思うすげえバレで撮れたもんな、うん、